の大仏です。GTF 熊沢。ライダー落札された S&T の M870 ショットガンヤコキ、お客さんがコッキングできないというので。戻ってきたんですけど、普通に撃てるのでどうしましょう。また送りますけど、さっき測ったら 50m 飛んでたし問題ないです。なんだろうね、壊れてないものは直せないので、原因がわからないから解決策もありません。なのでこれマルゼンの CA870、 こっちのも送って使ってみて好きな方を選んでもらいます。それでいいでしょう。丸いの10金電動ブローバックグロック G18C 打ってみます。これはプチ強化してあって、ノーマルでは届かない 20m の的に、届きます。25ぐらい飛びます。山なりだったら 30m ぐらい行きます。丸い18金ホップエアコキソーコムマーク23、これはですね、ここのトリガーガードを小型化してます。GTF スプリングが入ってて、40m の的までギリギリ届きました。これは丸いの10金エアコキを、18金に強化したものです。これは余裕で 40m まで届きます。山なりだと 50m ぐらい行きます。ガス風呂用のフィンガーグルーブ付きグリップに変えてあります。握り心地は良いです。で、元が10金なので軽いです。